バルの未来にそれが登場するかどうか知りませんが、確かに、まあ、成木君の言ってることも、なんていうの、分からなくないというか、確かにそういう、つまり、まあ、混乱と捉えられるのか、わざとその、問題を少なくするためにやろうとして、その問題がたくさん出てきてしまっているというふうに捉えられるのか、っていう違いだと思うんですけど、まあ、一つには、つまり、僕の印象だと、サールはそういう、なんていうの、医療基準を出して済まそうというふうにしているという印象はないですよね。あ、そう。うん。そうするとなんかすごい何をしたいんだかよくわからない議論っていう感じを、うん、ちょっと読んでみないとわかんない。だから問題なんじゃない。要は。ただ、まあ、ボトムラインとしては例えば、まあ、とにかくこれを導入しても解決してないっていうことが、まあ、あれで、しかもプリンシプルオブエクスプレシビリティが正しいかといってフォースコンベンショナリズムが成り立つわけではないってことが、まあ、このセクションでのポイントです。だからちょっとあれなんです、そのこれはちょっと、まあ、宿題させてくださいというか、まあ、ちょっともうちょっと調べてみます。サールもまだ生きてますからね。聞いてもいいですけど。おじいちゃん。まあ、1の5が、まあ、第1種のまとめです、ここまで。まとめ。で、まあ、こうやって見てきたことによって、大体2個混乱があるなと。方針にせよ、サールにせよ、2個混乱があるなということが分かったです。17ページの、4行目。Two related strands of confusion. The one is the conflation of semantic convention with extra-semantic convention. Da, 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 da. And the other is the inadvertent subsumption of locational cause under locational meaning. つまり、これがあるからこそ、この、forced meaning の混同があるからこそ、principle of expressibility があるから、forced convention meaning が成り立つという推論がなされてしまうんですね。さらに、フォースコンベンショナリズムで問題なのは、いろいろ説明しなければいけないことがたくさん出てくる。つまり、今まではセマンティックコンベンションというものだけを考えればよかったのに、これからはエキストラセマンティックコンベンションというものを考えなければいけない。それがどういうふうにできるのか、それはどういうふうに決まったのか、どういうふうに変わっていくのか、そういうことを余計に説明しなければいけない。だから、もしこういうのなしで説明できるんだったら、まあ、オッカムの仮想例によって、そっちの方がいい。セオリーでないかということになる。さて、じゃあエキストラセマンティックコンベンションではなくて、ない何かでここからこういうの動きを説明できるものは何かないかなと考えたときに、インテンションだと。で、まあ、インテンションそのものはコンベンションと同じぐらいこの謎に満ちたっていうか、すごい難しい概念かもしれないけど、エキストラセマンティックコンベンションっていうのはあるかどうかさえもわからない。幽霊みたいな概念に対して意図ってものはもうほとんど、まあ、とりあえず存在としては疑問を挟めないぐらいに、まあ、あるだろう。だからこれを使って、どのようにしてロキューションがロキューションにどのようにしてロキューションにアクトがロキューションにアクトになるかを説明できない、どのように説明できるだろうかということを追求するのが、2章以下の目的であります。Right, so the rest is the explanation, I think. で、方法論としては、考え方としては、これがこれになるために、ただのロキューションがロキューショナリズムになるためには、何が最低限必要かということを考える。で、それでそれを説明するためにグライスのセオリーを導入するっていうのが大事です。で、それを僕は、まあ、便宜的にここではミニマリーコミュニケーティブインテンション。と呼ぶというので、まあ、一章の終わりですね。それは。Okay, so, let's see. It's 6:35. 一章に関して何か質問ありますか？まあ、一点だけいいですか？はい。これもちょっと議論の本筋からずれちゃうかもしれないんですけど、例えばストローソンとかの議論でインテンションという言葉はすでに使われてたわけですよね。ストローソンはこれの後ね。あ、これの後、それの後だけど、一章で話してた議論の中で。ん？一章で話してた議論の中で。
インテンションって言葉はまあ出てきたりしてましたよね。あ、出てきた、うん、で、ただその定義はされてないけど、はい、で、ちょっと気になったのがさっき、なんだっけな、ここは危ないところだからなんか行ってはいけませんっていうことを言われて、うんうん、パーロキューショナリーではない例として、うん、なんか言われて、言われたことが指示している内容をしなかった場合っていうのを出してましたよね、うん、で、その場合それがパーロキューショナリーでないっていうのはその発話行為の発話者から見た意図に沿った行動が行われなかったからっていうことでいいんですか、うん、それで、それで僕の意見ですね。で、コンベンショナリストだったら、例えばその医療救助のリアクションに対応するところのコンベンションが目的とする行為が行われた場合とかなんだから言うんじゃないか、うんうん、例えば、あ、だからコンベンショナリストとしては I want you だだだだっていう文章は誰かが何かをするのを防ぐために用いられるっていうようなルールがあると考えるわけでしょ。で、もしそれが達成されなかったら、うん、パール救助のリアクションはまあ、イルキューショナリアクトはともかくとして、パールキューショナリアクトはなされなかったと。で、そのルールとしてのコンベンションを考えなくてもいいっていう立場もあるわけですね。うん、つまり、そう、だからインテンション、そうだよね、うん。で、その場合にちょっと先走っちゃうかもしれないんですけど、うん、気になったのは、こういうシチュエーションをちょっと考えたいんです。うん、そのあるところにじゃあ例えば行くなって言われてね、うん、でそれはその文字通りにねコンベンションとしてはそれ行かないような行動をその人にさせることを目指してるわけですよね。だけど、うん、その状況によってはさ行くなっていうことで行けっていうのが一つあるね。まさにその通り、例えば押すなよとかね、うんとか、女の人がやめてやめてって言ってたからね、うん、で、そ、で、そ、セクハラに言って、そ、ちょっと怖いね、どこでそれで、それは見極めが難しいで、いや、それでね、それがその決まるのは、うん、発話者の側の持ってる意図と、うん、その発話者が発話したものをその受け取った側が持っていた認識両方に依存するわけですよね。何主語が、何が依存